よし、どうもです。サムスピ練習対戦研究実況プレイの16回目。3週間ぐらい空きましたけども。やっていきましょう。ちょっと今日は何本かまとめて撮りたいですね。で、今日は、ヨシトラ、将軍、将軍じゃないんだけど、将軍と呼ばれるヨシトラですね。ヨシトラは、まあ、最初から強いんですけど、ヨシトラってこういうステージみたいなのは一応ないのかな。新ステージ日光でいきましょう。最初のバージョンでは3強ぐらいにいたんですけど、バージョンアップでちょっと下方修正を食らって、まあ、中堅上位ぐらいになったのかな。まだ全然強いですけど、ちょっと落ちましたね。落ちましたが、結構しょがりキャラみたいな感じで、初心者は結構苦戦するタイプのキャラですね。強い技があるんで、簡単で強い技があるんで。よし、ちょっと技が多いんで、サクサクいきましょう。セットプレイとかがいろいろあるんだろうけど、そこまでやってると時間がないので、サクッとまず技をやってみましょう。1の立ち、2の立ちと、ずっと7の立ちまでね。わかりやすい。なでしこ。波動。弱中強で、まあ、下段、上段、まあ、上が対空って感じですかね。弱は、立ちガード負荷。まあ、あれだね。後ろ歩き、リサプサスとか、コンボで使うとかですかね。強斬り、三段技。このゲームの立ち強斬りでね、三段技でしかもキャンセル可能ってなかなかいないですからね。まあ、最初これ見たときやばい、めちゃめちゃ強いなと思ったけど、まあ、実際あれだね、空中ぐらいとかすると危なかったりとかあるんで、このゲームはバックステコすると空中ぐらい簡単にするんで、結構リスクもあるなっていうのが分かってきて、そこまでいいとこばっかではないなって感じですね、強斬りは。で、弱は下段、中はしゃがみガードはできる上段技ですね。打点は真ん中だけど。で、この中のなでしこ、昔はめちゃめちゃ強くてやばい技だったんですけど、今回の中なでしこは全然で、遅いし攪拌もあるんだよね。これは過去作でやりすぎてお仕置きを食らったのではという感じで、中なでしこはあんま使い道がないですね。一応ダメージは高いのかな。弱が90、10は100、そんなでもないな、別に対して高くもないで、上は対空にしかならない、太刀に当たらないんですけど、対空性能かなり高くて、こんな感じで通常ヒットで110か。で、拳銃の判定の強いジャンプ台切りとかも攻撃で落とせるんで、まあ多分やられ判定上の方ないんだろうなという。ああ、まあそうでもない?ああ、そうでもない?まあまあまあ、タイミング合えば勝つか。判定が強い技って感じか。まあ拳銃の飛びが強いだけで、基本は一方勝ちすると思うんだよな。やられ判定より上に攻撃判定が出てるんで、まあ大体落とせるはず。ジャンプ緩めのキャラだな。ね、一線とか怖がって、投げとか怖がってバックジャンプしたところで、まあ、一線だったら一線当てればいいか。まあ投げ怖がってバックジャンプしたところに、こういうの当てるとか。で、
ですかね。上見てればね。で、まあ、それとは別に対空技もあって、順番的には、それだね。二の太刀、白百合。白百合。昇竜ですね。飛びの低い昇竜。で、まあ、対空に使うのは弱ですね。まあ、無敵があるわけではない。最初の方だけあるのかな。最初の方だけある。まあ、判定が強い、判定が早い。弱を重り対空に使う。多分上半身無敵ぐらいはあると思うんですけど。で、中は全然だよね。中は全然。今日は無敵は長いんだけど、攻撃判定出る前に多分切れるんだよね。ラインかな。同時ぐらいか。発生が遅いんですよね。発生が遅い。なので、これは、ガードが多分間に合っちゃう。引きつけると。まだまだ早いか。こんな感じになる。無敵は長いんですけどね。まあこれ、例えば、浮き攻めで、こういうのを重ねて、ここにぶっぱ昇竜すると、ガードが間に合っちゃうと。なので、小技重ねに負ける、下げられる、発生のかなり遅い昇竜なんで、まあ、使いどころはちょっと考えないといけないと。まあ、ただコンボになるんで、私、中キャンセルとか、まあ、ダメージは高いんで、コンボの締めに使うことが多い。今日、白百合ですね。中の使い道はよくわかんないですわ。わからんですわ。まあ、今日が繋がらない時に中使うかな。そんなことはあんまないけどね。今日、立ち今日から、今日白百合入るけど、立ち中からは入らないんで、確か、入るわ。入りました。1段目か ?1 段目とかないか。どういうところだろうな。今日白百合繋がんねえポイントないか。中から入るなら、まあ、弱から無理だけど、弱から中勝利入るか。入らない。中白百合は忘れましょう。はい。あ、怒りのなでしこ忘れてた。また失礼します。戻します、一回。なでしこは怒り対応技で、今日なでしこが、折れるだろう。三段技になります。これかなり突進力あって、まあ、攪拌とか、まあ逃げようとしたところにぶっ放すか、下段、一発目は下段なんで。ぶっ放すか、コンボの締めに使うかだな。火力が高いっす。リーチが長い。まあまあ、使える方の怒り技っすね。こうこのゲーム使えないは怒り技あるけど、強い方だと思います。ガードで破格ハンス。で、3の立ちボタン。これはな、波動。空中か。空中波動ですね。ボタン。これは軌道の変わらない空中技なんで、対空釣りとかには使えないんですけど、てか飛びから使うことはほぼないんですけど、中段キャンセルで、封印キャンセルで出ます。で、まあ、封印打ちと何が違うのかっていうと、ダメージが高い、安定が強いって感じですかね。ちょ、封印は、封印も強いんですけど、こいつ。まあ、ダウンが取れない封印なんですよね。でこれは、しゃがみ出すとか、当たるとダウンする。ダメージは110。弱中量変わらないかね。これ、爆してから出ないんでね。爆してからはさすがに出ない。封印から。で、結構判定がでかくて、結構上の方に当たるんですよね。リバーサージャンプとかにも割と引っかかってくれる。なので置き攻めで強い。
逃げると思ったら重ねてみるのありと。ただガードされた時のリスクがでかくて後ろに跳ねると、不意打ちはまあこうなるぐらい、そんなでかいのはもらわないんですけど、これはガードされたら大切りもらうんで結構リスクはあります。はい、次に椿、これは逆昇竜、弱は移動するだけ、中は一発切る、強も一発切る。これまた中強の違いがよくわかんない。これ弱、この移動モーションは、全身ガードポイントかな。あら、終わり際だった。だよね。割り際はガープは切れてるのか、まあ、こういう技で結構こう弾持ちとかに使えるんですよね。これなんかね、アプデで飛び道具を受けた時のヒットストップをつけましたみたいな、さヒットストップはなかったけどヒットストップつけましたみたいなアプデがあったんだけど、これ大川さんにヒットストップないよな。やっぱこれレイちゃんのゲームにも一つストップないんですけど、これってバグじゃないのかな。一つストップ結局ついてねえんだよな。上に跳ねるわ。まあ、これ普通にガードした時と同じ感じなんで、大切りを受け止めた時とかはこんな感じでのけぞるんですよね。これアーマー発生は結構早いね。1じゃない、1振りじゃないと思うけど結構発生早い。ああ、でも食らわないな。あ、食らった。カウンター2振りか3振り目ぐらいからですね。相当早いなこれ。重なってなければ、さっきのやつ今回重なってるかな。重なってるっぽいな。重なってなければ今のは弾いて前に進めるってことなんだ。だいぶ強めですね。で、これは必殺技でも何でもかんでも弾けるんで、あのただの飛び道具だろうが何でもいけます。一部のキャラにはかなり有効な技ですね。で、中強はまあ前に出た後に攻撃が出るってだけで、ガーポイは一緒だよね。148、多分変わんないなこれ。これは一応ガード後は攪拌だいぶあるんで、リバーサーガード、ガードから投げとか多分入るんじゃないか。入ってますね、余裕入ってます。アクステしてもダメで、一応こう弱と、ね、中強のこうが、ね、この攻撃斬撃ガード待ってからだとやっぱり対応遅れちゃうんで、弱に対応できないんで、一応両対応の行動としてはこう着地際を投げれるんで、着地際を投げれるんでガン見してれば両方いけるですね。弱でも強でも、これ強ね、強でも投げれるんでガン見してればいけるはずです。まあ、対応してくる人にはね、うん、という感じ。まあ、あとは勝利持ちだったら多分こうやっとけば多分両方枯れるんじゃないかな。多分着地硬直あるんで、こう弱の方ここに刺さると思うんですよね。弱も強も勝てるし、出てき技ない人はちょっと投げ頑張ろうって感じですけど、
はい、次、朝顔。シャカシャカ切ってますね。これは一応初段が当たるとロックする打撃投げみたいな感じなんだよね。まあ、どこが当たってもロックするか。ジャック120。演出が長いんだよなこれ。中140。これ演出弱中強の違いな。空振った時の性能が大して差がないからさ、ガードされた時とか全部強打てばいい気がするんだけど、まあ、180、まあ、コンボで使うんで基本は強なんですけど、相手の怒りゲージがすげえ溜まるんですよね。半分ぐらい溜まる。現状がちょっと溜まりやすいってのはあるけど、半分ぐらい溜まります。なので火力はこれが高いんだけど、コンボの締め立ち強切り強白百合250で、立ち強切り強朝顔270。まあ一応こっちが高いんですけど、相手の怒りゲージを溜めたくないので、相手が怒り溜まる前は白百合にする、でもう溜まってたら、朝顔にするっていう使い分けだと思います、基本的には。あとはもう怒り爆発後とかね、怒りゲージ関係なかったら朝顔で、まあ、1回締めると。タイムオーバー狙いとかね、これガードされんと全部出るんですけど、途中でガード解くと、途中で動くと、あれ、あ、こっちがガードになってるからか、歩きガードになってた今。そんなになるんだ。ガード歩く、途中からロックする、中から食らってしまうと。割り込むポイントは、割り込むっていうかもう最後までガードだね。最後のスカリ見て強切り差し込むっていうぐらいですかね。このゲームはレンガがないから、途中でこうね、前押したりすると途中から食らっちゃうから、基本的には危ないんですよね。まあ、一応後ろ入れながら強切り連打とかするとレンガ状態のまま技の隙間には攻撃が出せるっていうのがあるんですけど、この技はもともと微妙にレンガじゃないんで、しかも判定がずっと残ってるからどっからくなっちゃうんだよね。最後に終わってから暴れましょう。はい、優雅を、これは駒投げですね。昇竜系、このゲームの駒投げは、まあ、源氏郎も同じですけど、通常投げより硬直が短い。まあ、これもアップデートでちょっと弱くなって、ちょっとだけ硬直伸びたんですよね。待って、今デフォルトにしてデータ切れてしまった。はい。ユガオ。まあ、通常投げよりリスクの少ないコマ投げという感じですかね。で、最後の必殺技7の太刀、悠長化。これは1から6の太刀を全て当てると発動。逆ヨガ前、天地返しコマンドですね。弱中。これは、トレモでもちゃんとね、リセットすると消えちゃうんで、一発目から当てないといけない。順番とかどうでもいいんですけど。4。これ6かな。で、この状態に出せるようになって、これですね、将軍ウェーブという、カイザーウェーブですね。とっておき、これ解放されたラウンドは何回でも打てますね。何回でも打てる。解放前はやってなかったけど、解放前は
あの一番後ろ腰の腰に刺してるでかい剣ね、あれを抜こう抜こうとして抜けないという状態になると、まあ、この技はもう打てるようになったら、まあ、ほぼ勝ち確みたいなもんで、相手が、まあ、怒り爆発一戦とかすれば抜けること、抜けて弾抜けして当てることはできるんですけど、まあほぼ詰みみたいな感じになる感じですね。まあ避けるのはまず無理で、ガードしたらどんどん押されていって近づけないと。対処法は一応ヨシトラ同キャラならこれで抜けられ、あ、これじゃねえや、ヨシトラ同キャラならこれで一応抜けられるんですけど、他キャラで抜けられるのはほぼいないと思いますね。バサラがあれかな、昇竜、強昇竜で抜けられるかもしれないですね。リブルルのあの空中氷からジャンプとかも抜けれるかもしれない。まあ、普通のキャラ無理っすね。で、まあダメージがめちゃめちゃ高くて、発動したら諦めるって感じですね。で、この、7のタッチ解放条件っていうのは、最後の6の、6個目のタッチを当てたラウンドで、解放っていうことなんですけど、解放前のカウント1から5まではラウンドをまたげるんですよね。1ラウンドの中で6個全部当てないといけないわけじゃなくて、1ラウンド目で3個当てて、2ラウンド目でまた3個当てたら2ラウンド目で使えるようになるという感じで、解放したらその次のラウンドはまたがない。1ラウンド目で1から6やったら、2ラウンド目はまた1から6やり直しなさないといけないという条件になっていると。ちょっと、あれだけど、まあ、そんな感じっすかね。で、まあもう一個は解放条件あるんですけど、それは次にやりましょう。青い武器飛ばし。青いというのは徳川家の家紋の、青いの家紋の青いですかね。怒り、武器飛ばしね、武器飛ばし。これ、シャガダイのモーションで突っ込んでいく。本気出せ。これ別に下段じゃないよね。あら、下段なんかこれ。あ、これ下段なんだか知らなかった。やはり何を言ってんのかよく分かんないですけど、当たるとロックする、まあ、ランブ技、ちょっとリーチ短めなので、まあ、若干当てづらいけど、まあ、普通にコンボになるんで、ダッシュ中切りからとか、タッチ強切りからとか、当てた後はまあまあ置き攻めができるぐらいですね。まあ、コンボ用ですかね。投げから直でもつながるよね。つながるね。敵とかはもちろんないです。はい、基本は、まあ、ダッシュ中ただ技なんですけど、1段目だけキャンセルが、1段目だけじゃないっけ ?1 段目だけだよね。1段目だけキャンセルがかかって、ヒットストップがすげえ短いんで、結構早く入力しないといけないんですけど、まあ、大体の技がつながる。これ朝顔はつながんないです。朝顔は遅いんで、ダッシュ中から無理。無理です。朝顔は立ち強切りからの。はい。で、ヒヨギ100から4ラン。これが、なかなか強い、容疑。レイちゃん使ってるとよく食らう。端々で届きます。届きませんでした。届かねえんだ、知らなかったわ。端まで行くと思ったわ。シャッカリオラン!さあ、切り上げるぜ!俺のはすごいぜ!感じで1から6まで、1から7までだな、1から7までの技を全部当てるという技で、
この技の演出だけで悠長化の解放条件をクリアしてるんで、この火扇当てた後はもう悠長化打ち放題になるんですね。それだけで悠長化を打てる。なので実質もう火扇のダメージだけで7割ぐらいいくんですけど、そこからさらに悠長化使用可能でもうそのラウンド勝ち確って感じになります。まあ、逆を言ったらこの技を当てると悠長化のカウントがリセットされるんで、次のラウンドには持ち越せないっていう感じですね。うん、戦略として1ラウンド目は5種類ぐらいこうね技を当てて、2ラウンド目の最初でもうすぐ解放して悠長化狙うみたいな戦略も一応あるんですけど、火扇使っちゃうとそこはもうリセットされるという感じですね。そんな感じですかね、技の紹介としては。何分ぐらいですか、26。技の紹介だけでやっぱ時間かかるね。で、吉田の強ポイント。段ジャンプ競技り、まずジャンプ競技ですね。吉田といえば、この、マックス4段当たる。ちょっとコツがいるね、4段当てるには。相手の背の高さにもよるけど、こうか、最大4段で足元に当てると、まあ、ちゃんと深当て扱いになるんで、その後のコンボがつながるんですけど、こうなるとつながらないね。つながった場合はだいたいダッシュ中切りかな、やっぱ。深手になってるかどうか判断できるかが結構吉田使いのねポイントですね。こうですね、3段でも2段でもね、段々でも深手になってるかどうかを見極められるかどうか難しいね。まあ、3段で深当てにするのがまあいいのかな、4段狙うより。さあ4段、もう一応これが大体めっちゃ減る。立ち台も一応入ると思うんだよね、距離によるけど。前のバージョンはめくり判定もあって、初段がめくりで2、3段、2、3、4段が表みたいなことがあったんですけど、あれはやばすぎたんで消えましたね。めくりからフルコンで6割とかあったんで、深当てになってないか、難しいですね。これ届かない、あ、3段目が入んなかった。そういうこともある。まあ、やっぱ出し中が安定ですね。こういって三段当てして、こう難しいな、出し中ヒット速度やっぱり短いんで、これで624減るね、減りますね。うん、であとはジャンプ中切りが、まあ、横に振る技なんですけど、これがめくり判定があります。前後ろって判定が出てて、ちょっとね持続短いんですけど、短いですけど一応めくり判定があると。これしゃがむと当たらないです。これを使って実質とストップじゃねえや、持続がすげえ短くて当たりづらいことを利用して、これを使った透かし投げっていうのは結構強いですね。めくった場合はほぼ深当てになりますね。
ャンプ強、中ジャンプ中切りと、あとダッシュジャックの徳川エルボー。これが判定が強い目。前のバージョンなんか足元無敵があったりとかいうバグがあったっぽいですけど、治りました。ダッシュ中はコンボの起点とか、核破とか。ダッシュ強は発生が早くて上にでかい。結構落ちる。逃げるとこに当てる。近めはそんな強くないのか、遠めの方が強いのかな。源氏郎のダッシュ強とかね、青丸もそうなんですけど、ダッシュ強上に強いやつはいいですね。レイちゃんのは弱いんだよな。ただこのダッシュ強は硬直がすげえ長くて、いろんなもん立ち台切り確定とか、これちょっと確か硬直短くなったんだよ。前のバージョンは非奥義入ったんですけど、確か非奥義は入らなくなったはずですね。まあ強切り入っちゃうだけでも結構でかいんで。で、あとは、シャガ中切り。これは対空で強いっす。対空でかなり強い。発生も早い。地上の発生も早くないです。こういうのが入る。各班で使う。シャガ中切り。あとは、前蹴りがスライディング気味。これキャンセル可能一応。ガードされた時に一応フォローができる。あとは、立ち台切りは、これも吉虎といえばって感じの技なんだけど、これは、まあ、実際結構危ない技です。結構いろんなものが入っちゃう。で、あと直下でゲージを貯められる。ゲージを貯められてしまう。慣れてる人はだいたい2、3段目から直下してくると思います。うん、いろんなもの入っちゃうんで、これはまあ、しかも空中ぐらいするとこれまた攪拌なんですよ。起き上がりに重ねるとかはかなり危ないですね。このゲームリバーサーバックスで空中ぐらいなんでかなり危ないと思います。その辺かなぁ。そう、ちょっと吉田のね、やっぱり、技、ただ技が多いんで、空中ぐらいされるとあんまり、リターンは取れない、リスクがでかいっていうのがあって、こう空中ぐらいを狩るのを考えないといけないんですよね。まあ、一応それが、ダッシュ体重ね、リスクのあるダッシュ体重ねと、なでしこかなぁ。なでしこ。あとは、もう単純にバックスで読んでダッシュしてあげるか。バックスで読んであげる。ダッシュは早いんで、吉虎、かなり。そういうのですかね。あとあれか。これか。バックスで読みのボタンがあったね。ただ単純に封じてもいいですけど。その辺を使っていくと。あとは強い技なんだろうな。あ、シャガ強強いですね。リーチ短い足払いなんだけど、あんまり反撃もらわないっすね、これ。弾かれない系の足払いで、まあ、リバーサー。シャガ中、とりあえずシャガ中。シャガチュは間に合わない。シャガチュは確定しない。で、弱攻翼陣、これは近いと入ると思う。近いと入るけど、このぐらい、このぐらいでも届かない。結構やられ判定が薄い。2段目だけ当てとかね、余裕でつかる。キャラによってまたこれもね、かなり使っていい技だと思いますね。レイシャンとかどうなんだろうな。レイシャンは格判が難しいんですよね。うん、一応こういう時の読み合いとして、確定取れないってなった時の読み合いとして、
相手側は何するかっていうと、まあ、まずその吉虎がその後どうするかだよね。ガード固めるかバック捨てするかだと思うんですけど、でガードあバック捨てバック捨て読んでたらしゃがないとかで届くかな。バック捨てには届かねえか。あ、届いたわ。さすが源氏郎。ああ、先端だと難しいね。ダッシュ台切りとかは。バックステ一点読みだったら。ああ、バックステもとことこ言うし、まあ、もっと走ればいいんですけどね。めっちゃそういう選択肢があると。で、ガードしてるってのを読んだら、まあ、投げですね。短いか。まあ、ダッシュだね。この読み合いですね。吉虎側は投げが来ると思ったら爆死っていう感じですね。サムスピのよくある読み合いですね。各班ないところで投げと打撃の2択逆択、うん、っていう感じですかね。時間はこんなもんですか。こんなもんでしょう。正直吉虎は全く使ってないので対戦してる感じと、あとはまあいろいろ配信とかで見た知識しかないですけど、セットプレイがかなり開発されて強いんで、置き攻めで表裏拓とかダッシュで裏回って表裏拓とかあるんで、あの辺が強いっすね。その辺なくても初心者には勝てるキャラだと思うんですけど、はい、一応こんな感じで吉虎は終わりましょう。また次回よろしくです。はい、失礼します。ありがとうございました。